こんにちは、速稼塾の久保でございます。いつもツイッターの方でね、メッセージの方ありがとうございます。たまに YouTube の方もご覧いただいているのかなと思いますけども、私の方としてはね、時間の制約などはあるんですけども、まあ足利さんとお会いしたりすること全くやぶさかではないっていうかね、むしろ光栄だと思っておりますんで、機会を設けさせていただければと思ってるんですね。でその中でなんですけども、私の希望で恐縮なんですが、2つ方法がありまして、1つはですね、21時からオンラインで、ズームなどでね、人を招いて、もしくは招かずに2人きりでもいいんですけども、まあなんかトークができればなと思っております。もう1つの方法としては、ちょっとお越しいただくことになるかもしれませんけども、私の場合ね、ヤマト君が、だいたいステラっていうスクールに、行って帰ってくるまで朝10時から午後2時までは時間を設定することができるんですよね。でその中で1時間前後お会いできればお話を進めることができるんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。まあすぐに出なくても構いませんけども、なかなかねこうやって難しい時代になりましたけども、お互いいろんなことを語り合いチャンスを見つけられればなと思っております。私の方は特にこれというビジネスを今しているわけではありませんので、何かを勧誘することはないんですけども、まあ、ただね、多くの方に、一人でも多くの方にチャンスの話を広げられればなと、あと考え方について、いろいろとね、ヒントになることを足軽さんからもいただければなと思っております。お互いのためにできることがないかなと探す日々ではございますけども、ここまでお付き合いが続いているのも強いご縁があるからだと思います。これからもよろしくお願いします。それでは一旦失礼します。